今日のカレーの具を取りに行きまーす。腐ってるのばっかりや。サッカーの交えてこんだけ取れました。カレーを仕込んでいきます。なんだか加速度ついてほしい。隙間まで見ない。人参はなやっぱ硬いから。とりあえずカレーの具完了です。では具の方に移ります。自家製ナスでげえ、大体食えてたよな。これでもなんかだけど大体食べてたよな。多分大丈夫な気がする。ではオクラね、さっき買ったやつです。この台ができてすげえ便利ですね。自家製唐辛子。大丈夫かこれ。大丈夫っぽいね。パプリカが。取れたての。うまい。腐らせたのはもったいない。人参も興味がない。そう、これが具みたいなもんだから、ゴロっていったもんね。豆腐で、これを炒めて、最後に炒めればいいかな。こっちサイズに切ります。全体火が回った感じですね。油を引きまーす。弱い。で、上やろうな、これ。ジョン。いい色してるね。ちょっとやっぱ歯応えないとな。いい色がついてきたんで、一旦火を止めて、ゴミの方がベースが
ちょっとラーメン入れて。どうなってるかな。わあ、いい感じ。あぶ。じゃあこれ入れていきましょう。まあ。さて、シードルを飲みます。うまい。正面臭くない。白ワイン加えます。たっぷりめで。これうまいぞ、多分。相当タコを加えます。今日は野菜がメインですね。黒ニンニクを入れます。チャイナ入れます。ではカレー粉入れていきまーす。まだまだやな。なんとなく。1500ぐらいだな。待ちの間にトッピングラージビンをしていきます。香ばしい。ナスうまい。オクラもうまい。ちょうどいい焼き方だ。お、いい感じじゃないこれ。今日の夕日はこんな感じで、めちゃめちゃむっちゃんもそろそろ待機してるね。ではツリーハウスからよいしょ、よいしょ。気持ちいい。全く味見してないのでお味見します。何の旅に感じますか。なのでカレーの感じはいっぱい出てる。まあもうちょっと加えまして、混ぜます。うわ、全体にホクホクになってきた。玉ねぎもうちょっと溶けてほしいな。はい、完成でしょう。うわー、花マーメンの大根しなびて、でとりあえず完成。で先ほどの野菜たちを入れていきます。夏野菜カレー、いい彩り。こいつらのコクも入れると。いい完成。